はい、こんにちは、レゴ社長です。レゴのピアノがかなり話題になっているので、まあ、ちょっと放っておくわけにはいかないので今回動画にさせていただきました。よろしくお願いします。はい、まず対象年齢が18歳以上で3662ピースっていう感じですね。レゴアイデアの商品になります。はい、まず取り外し可能なキーボード、本格的なハンマーアクション、可動ペダル、モーターがあります。つまりどういうことかっていうと、まあ、ファンクションパーツなどが付属するっていうことになりますね。はい、ちなみになんですけど、ファンクションパーツがこういう感じになってますね。はい、ちなみになんですけど、6個の単4電池と専用のアプリが必要ですね。まあ、アプリはプレイストアからダウンロードできますね。はい、そして大きさなんですけど、高さが22センチ、横幅が30センチで、奥行きが35センチ。まあ、だから30センチ ×35センチっていう大きさなので、まあ、体積、大きさ、まあ、めちゃめちゃありますよね。まあ、パーツ数がまあ多いですからね。そしてそのパーツ数なんですけど、はい、3662個、まあ、だから超巨大レゴですよね。まあ、レゴの部類の中でもトップクラスの大きさっていうことになりますね。そしてね、日本での公式発表ではなくて、まあ、海外の公式発表なんですけど、349ドルですね。日本円に換算すると37,000円。しかもここから日本は上乗せされますよね。まあ、だから軽く4万は絶対超えてくるって感じで、まあ、4万5千円から5万ぐらい、まあ、場合によっては6万吹っかけられるっていう可能性もありますよね。まあ、だからベースとなる日本の販売価格、まあ、4万5千円前後じゃないでしょうか。はい、そして日本での公式発表はないんですけど、まあ、多分8月1日日本でも同じように発売されるかもしれませんよね。まあ、大体日本と海外発売日同じっていうことがね、高額商品は多いので、まあ、多分発売されるかもって感じですね。まあ、公式発表を待つしかないって感じですね。はい、だからまとめると3662ピースで18歳以上349ドル、日本の発売価格4万5000円前後で、ファンクションパーツが作っていく感じで、あとは電池が別売りでアプリが必要ということですね。はい、あとは公式の実況をして終わらせていただきます。よろしくお願いします。はい、女性の方が組み立ててますね。どこ、鍵盤を組み立ててるんでしょうか。はい、鍵盤ですね。で、取り外し可能なキーボードですね。はい、ローラーもついてますね。で、椅子が上下に上がる。まあ、すごいですね。まあ、高いだけっていうことはありますね。はい、見た目もリアルかなっていうふうに思います。はい、鍵盤を触ってますね。レゴのプリント。これかっこいいですよね。お、すごい動き方がリアルですね。まあ、本物そのものって感じですね。はい、横も開いてって感じで。さあ、何をしてるんでしょう。あ、アプリ開いてますね、アプリ。はい、アプリで連動させてピアノを弾いた気分を味わえるっていうことでしょうか。あ、すごい電動で動いてますね。で、アプリを置いて、はい、楽譜を出して、あー、なるほど。で、もしかしてこれ音出るのかな。楽譜通りに弾いても音が出るんだったらかなりすごいですよね、っていうような感じですね。 PV が。はい、皆さんの意見や感想も教えてくださいね。バイバーイ。